まあ、短い感じですけども、こんな感じでまとめさせてもらうと思います。で、thank you.
出すと思うんですけど、うまくね、そのワークロードの進むか、まだね、ミシンからは売店の方が開きますので、繰り返しで申し訳ないんですけども、よろしければご協力のほうお願いします。僕もね、しっかり上かけ替えますので、はい、すみません。僕の方でまたもっとうまく調整して、もっとたくさんの方で楽しめれるように頑張っていこうと思います。これからも皆さんよろしくお願いします。まあ、短い感じですけども、ちょっと長くなってますね。皆さん本当に今回はありがとうございました。まさにいろいろある中での一発でした。今回どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい。駅長おすすめどれですか？このせんべい、この辺りですね。エビせんべい、この辺りで取れたっていうものなんですけど、幻のエビ、モサエビ、これエビせんべい、了解、それ買おう。試食ができる唯一の商品なんです。ああ、やっぱ一ついろんなことを計算して、はい、ありがとう。
ございます。すっぽんの素、すっぽん鍋の素、そう、道の駅矢田川さんの同人誌ですね、はい、で、もさえびせんべいにもちもち合わせ、はたはたなれ寿司、岩津ネギ、うどんとかでコンフィチュール、うん、便利です、万能なお酢ですね。トロカワの恋、トロカワの恋5キロですね、はい、お願いします、はい、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。